両毛線。両毛線は、栃木県小山市の小山駅から、群馬県前橋市の新前橋駅までを結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。群馬県側で新前橋駅より、上越線に乗り入れ高崎駅まで運転しているため、基本的に小山駅高崎駅間が、両毛線として案内されている。両毛地域と呼ばれる、 栃木県南西部から群馬県南東部に至る平野部の諸都市を結ぶ路線である。もともとこの地域で盛んに生産されていた木糸や気流式に代表される織物の輸送のために建設され路線であり、現在では地元の通勤通学客の利用が中心となっている。対東京輸送は沿線にネットワークを持つ東武鉄道が各都市から 東京都心の浅草駅に直通する特急、両毛を走らせているのに対し、両毛線は上野東京ライン、湘南新宿ラインの範囲に含まれ、前橋市の対東京主要交通機関の一つとなっている高崎対新前橋前橋間を除けば、地域内輸送が中心で、現在ではほとんどの列車が普通列車となっている。両毛線は、 沿線の主要な都市に立ち寄るように建設されたため、平野部を走る路線でありながら路線は大きく、蛇行している。なお足利伊勢崎間で、東武伊勢崎線、桐流前橋間には、高下電気鉄道高下線といった路線が、伊勢崎駅以外は同一の駅ではないが、両毛線よりも短い距離で並行している。また、重い川。 渡瀬川やその本流である利根川など大きな河川を横切ることが多い路線である。全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の東京近郊区間及び IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれている。小山駅のみ、大宮支社、それ以外、重井川駅から新前橋駅間は高崎支社の管轄であり、小山駅起点 2km 地点。 重い側に架か,かる橋梁の手前に支社協会がある。東北新幹線の高架下にある小山駅の両毛線ホームを出ると、まず有機街道の立橋をくぐる。その後すぐに宇都宮線が右手に離れて分岐し、反対の左手側には北部電流線があり、また周辺の倉庫、工場への引き込み線が引かれているのがわかる。国道4号の立橋をくぐった。 直後の右手には小山遊園地があったが、今はショッピングモール小山遊園、ハーベスト奥と小山温泉重い川となっている。高台にある市街地を過ぎると重い川を渡る。重い川を渡ると、辺りは一気に田園地帯となり、その中を行くと重い川駅に至る。重い川駅を過ぎ、小山西高校を過ぎた辺りから栃木市に入る。さらに、 田園地帯が続き、住宅地が見えると、高架区間に入り、東部日光線をくぐる。高架化以前の両毛線は、栃木レザー工場の北側を走っていたが、栃木駅周辺の高架化に伴い、東部日光線に沿うように南側へ経路が大きく変更され、急線跡地の一部は、栃木県道31号栃木小山線となっている。渦間川を越え、学友館高校を過ぎると、 小江戸と呼ばれる、栃木市の中心駅、栃木駅に到着する。栃木駅では、上り流方面行列車は2番線に停車。下り小山行列車は、同じホームの向かい側に停車する。左手に東部日光線、東部宇都宮線のホームが、見える。蔵造りの建物が立ち並ぶ。中心部は、駅から北へ1トルほど離れている。 栃木駅を出ると、右手に、国学院大学栃木学園教育センターが見える。間もなく高架は地平に戻り、右手に太平山を望みながら進む。栃木駅太平下駅間は、栃木県道11号栃木藤岡線、霊平市街道、東武日光線とやや離れたところを並走する。栃木県道309号栃木環状線の立橋を、くぐり、長野川を渡ると、 太平地区に入り、左手にカインズモール太平が見えると、太平下駅に着く。駅の右手には、武道園が広がっている。太平下駅を出て、大平成小学校を過ぎ、田園地帯を進む。霧通しを過ぎたあたりで、岩船地区に入る。右手に、岩泉山が近づき、岩船石の資料館を過ぎると、岩船駅に着く。右手の駅入口西側には、 交渉時に至る山道があり、左手は一面の水田が広がっている。岩船駅を出て、左手に三鴨山を望みながら進む。岩船駅から佐野駅までは、伏線となっており、両毛線内で、最も駅間距離が長い区間である。栃木県道282号中岩船線の、新里文木を過ぎたあたりが、旧小野寺駅の跡地である。旧小野寺駅を過ぎると、 佐野市に入る。ここからしばらく、群馬県道、栃木県道六十七号桐生岩船線と並走する。東北自動車道と交差し、住宅地を進む。栃木県道七十五号栃木佐野線の立橋を、くぐった先の台に、鎧塚踏切付近が、旧犬節市駅があった地点である。東部佐野線をくぐると、佐野役余計大師の門前町として発展した、佐野市の中心駅。 佐野駅に着く。佐野駅では、紀流方面行列車は一番線に停車、対向列車は同じホームの向かい側に停車する。左手に噴水のある駅前広場や佐野市役所、右手に東武佐野線のホームや城山公園が見える。一番線南側の小山駅よりに、京城駅化する以前の旧一番線ホームの一部が残存している。佐野駅を出ると、 東部佐野線を右手に分岐し、戸の町通り、昭和通り、朝日森天馬宮の山道を横切る。秋山川を渡り、栃木県道二百七十号佐野環状線を越える。佐野市街地を抜けると、電源地帯が続く。西川を渡ると旗川地区に、旗川を渡ると、足利市戸と田地区に入る。で、流川を渡り岡山が近づくと、富田駅に着く。 富田駅気流駅間は概ね足尾山地の縁に沿って走っている。富田駅を出て群馬県道、栃木県道67号気流岩船線をくぐると北に栗田美術館を南に足利フラワーパークを望める。2018年平成30年4月1日に開業した足利フラワーパーク駅はフラワーパーク西門に近接している。フラワーパークを過ぎると 左手は一面の田園地帯となる。お、長尾を渡る。手前の大久保町付近が、両毛線の最南端に当たる地点である。お、長尾を渡ると、毛の地区に入る。大坊さんが近づき住宅地に入ると、神社前踏切の左手前に、旧東足利駅の跡地が見える。袋川を渡ってしばらく進むと、小京都と呼ばれる足利市の中心駅、足利駅に至る。 足利駅では、紀流方面行列車は2番線に停車、対向列車は右手の駅舎側ホーム1番線に停車する。足利駅を出ると、国道293号の立橋をくぐる。右手に、足利市立美術館が近づくと、栃木県道116号足利市停車場線の宝来社会道踏切に至る。踏切通過時に渡瀬川にかかる中橋と東部。 伊勢崎線の足利市駅を望むことができる。渡瀬川に沿って東西に長く連なる足利市街地を通過する。織姫山の中原に鎮座する足利織姫神社を右手に望みながら進む。織姫橋の先にある栄町児童公園は、急西足利駅前広場の跡地を整備したものである。緑町古戦境をくぐり、総運美術館を過ぎると、三重地区に入る。 今福神道踏切の右手奥にあった旧三重駅を過ぎると、足利競馬場の跡地に立つ足利赤十字病院が見えてくる。北関東自動車道をくぐると、山崎地区に入り、間もなく山崎駅に着く。山崎駅から足利大学、旧州、足利工業大学付近まで、群馬県道、栃木県道67号桐生岩船線と並走する。 松田川を渡ると、坂西地区に入る。栃木県道219号、松田洋子河川の橋下湖線橋をくぐった直後にある、三和村踏切の左側手前が、旧橋下駅の跡地である。橋下町と小幡町にまたがる坂西団地を過ぎ、小幡川を渡ると、小幡駅に着く。小幡駅を過ぎ、気流川を渡ると、群馬県気流市、堺の地区に入る。 堺井野から桐生市街地にかけて、のこぎり屋根の織物工場が点在している。しばらく住宅地が続き、第一諏訪踏切左手奥に、旧東桐生駅の跡地が見える。再び、桐生川と接すると、広角間に入り、足尾山地と広沢丘陵に囲まれた桐生市街地を一望できる。大煙突を備えた、染色工場群を過ぎ、 気流市の目抜き通りである本町通りを越えると、四季都と呼ばれる、気流市の中心駅、気流駅に到着する。気流駅では、上り高崎方面行列車は3番線に停車する。同ホーム左手向かい側の4番線には、気流駅高崎駅間の区間便が停車。右手ホーム2番線に下り小山行列車が、1番線に、渡らせ渓谷線の列車が停車する。駅北口広場には、 糸車を模した矢倉やヤギ雪人形のからくり時計がある。北に300メートル離れた高下電気、鉄道高下線西紀流駅との間には建物が密集しており、紀流駅のホームから西紀流駅舎は見えないが、水道山中腹にある大川美術館や紀流が丘公園の観覧車を望むことができる。南口広場には噴水とカリヨンがあり、 気流郵便局や日本遺産の記年記念館が見える。気流駅からは北に赤木山を望みながら関東平野を走る。気流駅を出ると高架から霧通しに変わる。水道山のふもとにある水道橋をくぐったあたりが両毛線の最北端である。ここから南西方向に進路をとって岩塾方面に向かう。渡良瀬川を渡り、 渡らせ警告線を右手に分岐し、下神殿信号場を通過。右手に、下神殿駅、左手に、下神殿車両基地が見え、さらに、東部気流線をくぐる。気流市街地を抜け、左手に、気流協定場、気流地方卸売市場が近づくと間もなく、岩塾駅に着く。岩塾駅を出ると、国道50号気流バイパスをくぐり、右手に、気流大学アリーナ、 左手に、笠掛けや文化ホールが見える。田園風景が広がる中、第二大まま踏切付近にあった、旧館の屋駅を過ぎ、早川を渡ると、国定駅に着く。駅の東にある、洋樹寺に、国定忠春の墓がある。国定駅を出て、北関東自動車道、上部道路をくぐる。群馬県道293号降臨羽黒線と、並走するあたりに、 旧東伊勢崎駅があった。植連小学校4強学園中等教育学校を過ぎ、国道462号をくぐると、市街地が近づき、春川を渡る手前で、広角間に入る。左手から近づいてきた東部伊勢崎線と合流すると、名線の産地として知られる、伊勢崎市の中心駅、伊勢崎駅に至る。伊勢崎駅では、 上り高崎方面行列車は一番線に停車する。上下共用の中線は主に伊勢崎駅高崎駅間の区間便が停車。四番線に下り、気流方面行列車が停車する。左手には東武伊勢崎線のホームがある。南口は駅の高架化に際して再開発が行われており、駅前広場に面してベーシアが出展した。中心街は、 駅から南に500メートルほど離れている。伊勢崎駅を出ると北西に進路を取る。線路は、高架から地平に戻り、田園地帯を進む。荒戸川を渡ると、前橋市に入る。旧下松田駅を通過し、北関東自動車道をくぐり、桃の木川を渡ると、駒形駅に至る。駒形町の中心部は、駒形駅から南西に1キロメートルほど離れている。 駒形駅を出ると、群馬県道40号藤岡応募線をくぐり、群馬県道2号前橋立手林線、駒形バイパスとやや離れたところを並走する。駒形駅から前橋駅までは、伏線区間となっている。旧東前橋駅の跡地を過ぎると間もなく前橋、大島駅に着く。前橋大島駅は、東前橋工業団地に隣接しており、 北口近くに前橋家具会館、南口に面して大島公園がある。前橋大島駅を出て、前橋市街地が近づき広角館に入ると、群馬県の県庁所在地である前橋市の中心駅、前橋駅に到着する。前橋駅では、上り高さ企業列車は、左手ホーム3番線に停車する。右手ホームの2番線には、湘南新宿ラインと上野東京ラインが停車。 右手ホームの一番線には下り気流方面行列車が停車する。前橋駅は公開機で右手北口側に群馬県庁や前橋市中心部の業務ビル群などを望むことができる。前橋市の中心街は前橋駅から北に 1km 離れた高下電気、鉄道高下線中央前橋駅の近くにある。前橋駅を出て利根川を渡る際には夜にライトアップされる。 平成大橋や群馬大橋を見ることができる。広角間を過ぎると、右側から上越線と上が線の線路がカーブして寄り添ってくる。その後新前橋駅へ到着し、上越線に直通する。線路名称上は、小山駅が起点、東北本線の支線という扱いであるが、小山駅に向かう列車が下りとして扱われる。また、 紀流駅以西を走る全列車が新前橋駅から高崎駅まで上越線に乗り入れており上越線内でも両毛線として案内される以前は当期11月15日から3月31日には前橋大島駅をい川駅間で車内保温のため一部時間帯を除きドアは半自動扱いドアを開放後に手でドアを開けるとなっていたが 2011年6月からは、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に伴う福島第一、原子力発電所などの各発電所の停止による電力不足を受け、節電対策として全列車が全駅で、通年半自動扱いになっている。1時間に朝の通勤、通学時間帯は2本、その他の時間帯は1本の運行で、全線の中で、 最も運転本数が少ない区間である。多くが高崎駅までの直通列車だが、早朝、夜間を中心に小山駅気流駅間の区間列車も設定されている。また、一往復が小山駅で進行方向を変えて、宇都宮線、東北本線へ乗り入れ、宇都宮駅まで運転されている。かつては黒磯駅間運転されていたが、2017年3月4日の、 ダイヤ改正で廃止になった。全列車が新前橋駅から上越線に乗り入れた崎駅発着となっている。小山駅からの直通列車のほか、気流駅、伊勢崎駅、前橋駅高崎方面間の区間列車も設定されている。1時間に通勤、通学時間帯は4本、日中は2本の列車が設定され、約半数は伊勢崎駅で、 高崎駅への折り返し運転を行う。2017年のダイヤ改正で、伊勢崎駅高崎駅間では、10から16時台は、原則的に1時間2本で、パターンダイヤ化されている。一部の列車は新前橋駅で増結切り離しが行われる。高崎初前橋駅区間列車で土曜、休日区時代の1本のみ、の高崎線直通列車の運用として、 グリーン車連結の E233 系3000番台、E231 系1000番台の重量編成が使用される。私立高校入学試験、正田醤油スタジアム群馬で行われる、高校総体の開会式の日の混雑時間帯には、臨時列車が運行される。なお、新前橋駅前橋駅間の利根川鉄橋は、強風の影響を受けやすく、 風速によっては徐行運転や運転見合わせとなる。この区間は単線区間であり、両毛線の中では運転本数、利用者とも最も多いた遅れの影響力が大きい。JR は利用者数の増加が見込めないとして、多大な設備投資を要する橋の伏線化には消極的であるが、群馬県商工会議所は東京有事の際に両毛線が 代替輸送手段となり得として、伏線化を訴えている。上越線の一部に、起点の高崎駅まで運転されず新前橋駅で折り返す列車があり、新前橋駅でこの上越線列車と接続している。東京方面から来る高崎線、湘南新宿ライン、上野東京ラインの列車が、高崎線の延長のような運行系統で上越線を経由し、 前橋駅まで乗り入れている。以前は、紀流駅、伊勢崎駅、上野駅間を直通する列車もあったが、2004年10月16日のダイヤ改正で消滅した。線内で唯一の定期優等列車である特急、赤木は、上野駅、新宿駅と前橋駅との間を結んでいる。普通、快速列車としては、上野駅発着のほか、高崎線から池袋駅、 新宿駅、横浜駅などを経由して、東海道線の平塚駅、神津駅、小田原駅までの長距離列車、湘南新宿ラインも早朝に上り2本、休日は3本が、高崎線から上野駅、東京駅、横浜駅などを経由して、東海道線の熱海駅までの長距離列車、上野東京ラインも設定されている。かつては、平日夜間にもおり1本が設定されていたが、 2014年3月15日のダイヤ改正をもって廃止された。また、高崎線上野発の下り所電前の朝5時台、高崎発は6時台に、籠原発前橋行きの列車が往復設定されている。2015年3月14日までは22時台に、前橋発籠原行き、高崎駅で、時間調整、23時過ぎ発があったが、 翌14日の改正で、高崎行きに見直された。毎年沿線の足利フラワーパーク、足利フラワーパーク駅もよりで、大型連休時に開催される、大藤祭り、冬季に開催される、イルミネーションの時期に、上野、岩き、大宮発の臨時快速列車が、気流駅まで乗り入れたり、足利発小山行きの臨時普通列車が運行される。このか。 8月の小山花火大会や足利花火大会開催時には臨時普通列車が運行され。また、沿線私立高校の入学試験が行われる日の混雑時間帯に受験生向け臨時列車が運行されることもある。なお、この列車は時刻表には掲載されないことが多い。1996年頃に一時期定期列車として快速が設定されていた。 朝の通勤時間帯下り気流駅を山駅間で、途中の停車駅は、足利駅、佐野駅、栃木駅であった。主に、栃木県南の都市から、東北新幹線を利用する通勤通学客の利便を考慮しての運行であった。上りも夜に、小山駅気流駅間で運行されていた。利用率が芳しくなかったのか、数ヶ月で廃止された。 1998年頃までは、常磐線の茨城県水戸方面より、水戸線経由で、小山駅から両毛線に乗り入れ気流駅まで直通する列車があった。この列車は、水戸線と常磐線が交流電化であることから、かつた電車区所の高直流電車403.415系が使用された。下り水戸方面行きは、高校生の帰宅時間帯に走っていた。また、 高校の完全週5日制が始まるまでは、定期試験期間や土曜日に、足利駅、富田駅、佐野駅などを利用する高校生の帰宅列車として、小山発足利域折り返し足利発小山駅の列車が運行されていた。上野方面から直通の急行列車が運転されていたこともある。上野駅から高崎駅経由で、前橋駅、桐生駅、 小山駅まで運転した赤木春名が上野駅から小山駅経由で気流駅、高崎駅まで運転した渡らせがあった。なお、高崎経由の列車については赤木の遠隔を参照のこと。小山経由の渡らせについては栃木を参照のこと。一下に示す車両はすべて電車である。E231 系、E233 系。 651系は、前橋から新前橋高崎間のみ。ただし定期改装列車として駒形まで乗り入れる。基本的に、高崎以南高崎線に直通しているが、E231 系、E233 系は一部、前橋高崎間の運転もある。1985年頃は115系、165系が多数使用され、本来は、 湘南色のエリアであるが、1985年3月14日、改正で、中央東線から転入してきたスカイロの115、系が一部混在したこともある。両毛線は、歴史的に、両毛地区のキー糸や、気流式をはじめとする絹織物の輸送を目的として、両毛鉄道が建設した小山前橋間と、日本鉄道が、現在の高崎線の延長として建設した、 前橋から新前橋間に分かれる。1884年に開業した前橋駅、内藤分停車場は、現在位置とは異なる利根川の右岸に置かれ、1889年11月に、両毛鉄道の前橋駅が左岸側に開業すると、日本鉄道も、根川を渡って、両毛鉄道の前橋駅に乗り入れ、両鉄道が接続した。現在も新前橋前橋間が、 高崎線とほぼ一体の運転系統を形成しているのもこの経緯によるものである。1897年には日本鉄道は両毛鉄道を合併したが、1906年には鉄道国有法施行により日本鉄道が国有化された。1909年の線路名称設定時に両区間は統合され、小山高崎間が両毛線とされた。 1931年に上越線が全通すると新前橋高崎間が上越線にも属する20戸籍区間となったが1957年に同区間が両毛線から分離され20戸籍は解消した。1951年からは機動車による運転が開始され新駅が数多く設置されたが1968年の 全線電化に前後して休止、後に廃止されている。現在でも、かつて駅が設置されていた区間では、駅間が長いことが実感できる。便宜上、新前橋川の全列車が乗り入れる上越線、新前橋駅高崎駅間も合わせて記載する。井野駅は、1957年に新前橋、高崎間が、戸籍、線路名称上で、 両毛線から分離されたと同時に開業。高崎と岩町駅は2004年の開業であるため、いずれも両毛線の駅として営業していたことはない。なお、井野駅は1944年から1957年まで、井野信号場として開設されていた。内は、小山駅からぬきろほど、2016年度から2017年度にかけての両毛線各駅の1日平均乗車人員は、 多くの駅で横ばいか微増傾向であった。2016年度に富田駅の乗車人員が千人台に達した。2017年度に富田駅が無人化された。2011年度から2015年度にかけては多くの駅の乗車人員は横ばいか微増傾向であった。2011年度に伊勢崎駅の乗車人員が栃木駅を上回り、2013年度に 前橋駅の乗車人員が1万人台に回復した。2006年度から2010年度にかけては、多くの駅の乗車人員は、横ばいか微減傾向であった。足利駅と佐野駅の乗車人員がほぼ同数となり、両駅の順位が数年ごとに入れ替わっている。2000年度から2005年度にかけては、多くの駅の乗車人員が減少したが、前橋大島駅は一貫して増加した。 2003年度に前橋駅の乗車人員が1万人を割り、2002年度の乗車人員が700人未満であった重井川駅、太平下駅、岩船駅、小畑駅が無人化された。2004年度に足利駅が佐野駅の乗車人員を下回るなど、順位の変動があった。伊勢崎駅、駒形駅間の伊勢崎オートレース場付近、旧下増田駅付近に、 前橋市毛、マスダ運動場、ザスパーク札群馬が主に練習場として使用ができたことからオートレース場と下マスダ運動場の中間に新駅設置を望む声が出ており2015年から群馬県、前橋市、伊勢崎市が調査に乗り出したが具体化していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。